滋賀直哉旧急遽は奈良県奈良市高畑家町にある文学館。白樺派の小説家、滋賀直哉の急遽、高畑サロンとも呼ばれる。一般公開されており、また奈良文化女子短期大学のセミナーハウスとしても使用されている。和風庭園から望むサンルーム1925年に京都山品から奈良市幸町に引っ越してきた滋賀は、 奈良公園に隣接しは格草山の眺望も良い、高畑に居宅を1929年に4月に、竣工建設した。この際自ら設計に携わり、1938年から東京に移り住むまでの10年間を家族と共に、この家で過ごした。スキア作りに加え洋風や中国風の様式も取り入れており、洋風サンルームや、娯楽室、書斎、茶室、 食堂を備えた、モダンかつ合理的な建物であった。書斎は、天井が足張りの隙屋作りで窓から、和風庭園と借景である若草山の眺望を売る、ことができる。山外山、高窓山の眺めが美しく、庭園も執筆に疲れた時に散策できるように、作られていた。滋賀はここで、暗夜航路のほか地上、プラトニックラブ、クニコ、鳥取、雪の遠足、 リズム、万歴赤へ、日曜日、台風、放年中などの作品を執筆した。死が押したって、武者の工事さねやつや小林秀夫、尾崎和夫、若山伊蔵、小川西洋、入江康敷地、亀井翔一郎、小林滝次、桑原武浦白樺派の文人や画家、また陶芸家根性洋など様々な文化人がしばしば訪れ、文学論や芸術論などを語り合う。 一大文化サロンとなり、いつしか高畑サロンと呼ばれるようになった。2000年に国の登録有形文化財として認定された。2008年11月1日から当時の姿に復元する改修工事が行われた。設計、思考は奥村組。2016年に奈良県指定有形文化財に新規指定された。ありがとうございます。